番ですよね。もう今日で完成仕上げたいと思います。もう頑張ります、はい、なんかもう3日目なんだなってすごい思いました。なんか練習ばっかりしてたからもう日付の感覚が狂ってきました。最初はなんかやっぱ振りが揃ってないと周りとか感じられないんですけど、なんかやっとようやく周りをこう感じて踊れる、あ、一緒だ一緒だっていうのが入ってきてすごい良くなってきたと思います。生きづらく見えない世界のきゃ今日。そこ一泊置くもんな。いやでもあとは自信を持ってやれば振りとか構成は結構入ってきたと思うんで、歌詞とかもね、あとは自分のものに、そう自分のものにして自分たちのライブにできたら最高かなって思います。どんどんやっぱり結束力がめっちゃ生まれてきていい感じです。まあそのパフォーマンス的に言うとやっぱりこう1ヶ月練習するのとね3日だとそれは違うかなと思うんですけど、それはもうこっちの気持ちだから、あの3日でもそうやっていっぱい練習した分の気持ちを届けられるように今やってるとこですね。頑張ろう、やろう、やろうか、2回、はい、うん、はい、あろう、はい、はい、夕べは12時間ぐらい寝ましたか？ですね、はい、まあね、寝ずにみんな頑張ったでしょう。ただ あんまり寝不足になると明日声が出なかったりするので、ほとんどに頑張りましょう。はい、はい、じゃあ、始まりのカウントダウンちょっと覚えたか、はいはいはい、私たちに期待することはとにかく明日の本当に本番の日にお客様を喜ばせられるような、自分自身もお客さんと一体になって、あ、気持ちいい、ステージに立てて嬉しい、楽しい、これがアイドルなんだっていうのを感じてほしいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。素晴らしいよ、君たち。 OK、 じゃあこれは OK ということにします。はいはい、で、とにかく本番間違えてもいいんで明るく言ってください。はい、はい、じゃあ、新曲、はい、短い間に詩を覚えるっていうのは難しいと思いましたけども、それを超えていかないとプロとは言えないんで、とにかく悔いのないステージにしてもらいたいなというふうに思ってます。1日目はこの子良かったね、2日目はこの子も良くなってるね、3日目はこいついよいよ来たね、まあ、本当そんな感じです。誰がいいとか悪いとかもう言えなくてですね、もうみんな素晴らしい。はい、この後ダンスになります。で、また個別に通訳後にやりますので、その時に詰めて、いきましょう。はい、じゃあボーカルレッスン終わります。ありがとうございました。本当に力不足で、なんかもう毎日どんだけダンスとか歌とかしても
ぱり全然できてなくて、人よりずっと悔しくていっぱいいっぱいな感じでした。そう、本当に振りが難しすぎて頭に入らなくて、なおかつ新曲を一日で覚えてこいって言われて、もう頭がパンクでした。早かったです。時間足りなかったのが正直な気持ちです。なんかもう自分との戦いって感じです。おはようございます。合宿の練習最終日ということで、今一生懸命みんな練習してくれている姿は素晴らしいと思います。なのでその集中力で頑張っていきましょう。はい。じゃあ、チームごとに、ちゃんと場所を取ってカウントで移動とナンバーと動きも含めて、やっていきます。で、それが違うと許せない奴らは多少なりとも1日目と2日目に出会う彼女たちとは違うので、それはちょっとこう評価したいなと思います。当たり前のことだけど、まあ、歌っているっていうことと、多少なりとも声が出ているっていう、基本的にはやっぱり私たちのお仕事って発信することで伝えることで、まずとにかく出さないと、まあ、声でも何でも、もう本当にたくさんわざと踊って汗でもいいんですけど、出すということをやっとやり始めたかなっていう感じですかね。最終日だけど。日本で息整ったら鏡の方に行ってください。はい。ちょっとこう、今隣にチームいるよね、みんなチームいるよ、ね、でちょっとなんかチラッて鏡を通してチームの顔をちょっと、オッケー、隣の人とチームに鏡を通して目を配りました。じゃ次はまっすぐ自分の目を見てください。もう瞬きしないぐらいずっと見て自分の目、今叶えたいこと、心に浮かんだ言葉、例えば絶対合格したいとか、あの人には負けないとか、自分に負けないとか、何でもいい、今は例えね、今自分が絶対叶えたいことを自分にしっかり目を向けながら10回心の中で言って、これを口に出して言える人いる？はい、ありがとう。白、口に出して言える？はい。ダンスや歌が未経験でも努力で
頑張ってこのオーディションに受かることが目標です。もう一回いいよ、同じこと。私、それいっぱい叶わないから、夢はそんなにいっぱいいっぺんに叶わないから、ちょっとこっそり教えてあげるけど、はい、1個ぐらいにしとき、とりあえず。はい、このオーディションに合格することです。そしたらさ、今のは私に言っちゃったんだけど、今みんなが10回唱えてほしいことは、合格したい、絶対合格したい、絶対合格する、絶対合格してやる、こうやって唱えるんだよ。そうしないと合格できない。自分自身の意識とか自覚とかっていうのは、本当に言葉によってだいぶ影響されて変わっていくので、心をノックすること。で、時にノックだけじゃ済まないから、どんどん叩くこと。目が泳いでってる子には、本当に私怖い顔でにらめっこをずっとしたりとか、歌詞を覚えない子たちには、もう歌詞カードを持って、ステージ上に寝かせて黙読して音読させて、自分と重なる歌詞があるんだったらそこで歌にしていくっていう、さらけ出すことなんだけど、さらけ出すことさえまだしていない気がします。さらけ出したらもっとすごい急な階段を5段ぐらい登れると思うんだけど、それをまだできてなくて、なかなか手強いです。最初は丸めでもいいだけど、こうさっきのそれまでやってた声を上げようとかいうのは全然いい、100倍いい。それをワンフレーズだけじゃなくて全部をやらなきゃダメなんだ。みんなの職業は歌とダンスでパフォーマンスで、それを発信することで人に夢と希望と勇気と活力を与える仕事なの。それぐらい大きな力を持つべき存在なの。みんな応援してくれてるんだよ、はい、届けなきゃダメなんだよ、自然に、はい、こうじゃないだろ、こうこう、はい、だからもうちょっと下がるかも。
そうですね、自分のチームがやっぱりすごくダンスとか歌も上手な人が多くて、そこについていくのに本当に必死でした。大丈夫、命かけた方がいいよ。本当に自分のいろいろなものが足らない、足りてないと、もっと頑張らないといけないって思っても頑張り方が分からなかったりっていう葛藤と、時には逃げたいなみたいなものがどんどこどんどこ襲ってくるんですよ。参加させていただいてるかっていうのをすごく実感して、限られた時間しかないんですけれども、もう少しでも自分が自分の中の殻を破って表現をして来てくださってる方に感謝をお伝えできるように頑張っていきたいなと思っています。に来るまでは誰よりも一番輝きたいと思って来たんですけど、自分のこんなにできないとか、すごい悔しい思いをたくさんして、願いで覚えたりしたはずなのに、レッスンでは全然できてなかったりして、いや本当に自分自身悔しいなって思います。すごく練習時間も長くて、たくさんの時間を先生たちやスタッフさんたちと一緒に過ごさせていただいたんですけれども、やっぱりこの環境って一人じゃ絶対にできないなって思ったのと、その練習をしてもそこでちゃんと一回一回ちゃんと吸収しないと、やっぱプロにはなれないんだなっていう厳しさを知りました、3日間で。自信がなくなりました。まだまだ
できないことの方が多いなっていうのを思って、ダンスするときにこんなに歌詞の意味を考えて踊るっていうことをやったことがなかったので、でもダンスってそういうもんなんだなっていうのも知ることができて、それはすごい良かったなって私は思っています。